いうわけでですね、一投目の目的地である、ラドストックに来たわけですけども。駅前が着実に発展しているな。住民が5人だった家が建て替えられて20人近くなるから、人口急増も納得。それでも人口が下から2番目と、特筆すべき産業もない、硬い中ですな。じゃあ、ちゃっちゃと次のサイコロ行くのかい？その前に、移動している間にお金が少し貯まったから、使っていきましょう。前回の踏切を立体交差させるんすね。飛行機が着陸するときに列車がいると圧迫感が強いから、そこら辺も合わせてね。滑走路前の線路をちょっと深めにして、道路の上をまたぐ感じで。いや、滑走路前を深くするなら道路の下をくぐらせろよ。いやね、駅の位置が高台なもんだから、勾配がきつくなっちゃうのよ。道路の方も少し掘り下げて、また来やすくしておきましょう。ぽいぽいっと道路を敷いていいの。線路を敷いていいの。線路を敷き直していいの。気持ち埋まる感じに。で、繋げていいの。立体交差化完了。で、閉塞再設定しいいの。これでよし。あと、無外貨車路線の機関車を最新型に更新してっと。でん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 で。マリゲーヌ空港の格納庫にあったドルニエ、DC3をホルモンの空港に移動させておこう。なんで？格納庫に機体がある状態だと建て替えられないのよ。もう少ししたらさらに大型の空港に更新できるから、その時に備えてな。ボロッボロっすねー。そらもう寿命なんかとっくに過ぎてるし。黒歴史の技術がなければ飛行停止処分を受けているレベル。パイロットも気が気でないだろこんなの。見た目はあれだが、特殊カーボンで保護されているから乗員は安全です。黒歴史の技術ってすっごい。お前、黒歴史って言っておけば何でもありだと思ってんだろ。何千年も前にこの星にワーク航行できた現実がある以上、オーバーテクノロジーくらいあってもいいだろ。何千年っていうか、約2000年だ。古代兵器の発掘とかってどうなってんすかね。そのようなものは存在しないし、発掘作業もされておりません。ほえー。絶対嘘だろこいつ。いきなり電気艇で断言とか、絶対何か隠しているだろお前。企業秘密ですな。深入りすると、機体の存在そのものを否定しないといけなくなりますな。これはドロイド兵を用意しているパターンっすね。おやおや、そのような可能性を思いつくなら、我々に気を使った方がいいのではありませんかな。たとえ仮に万が一、何かしらの古代超兵器を保有していた場合に、備えておくべきではありませんかな。自分から言い出すと、ブラフっぽく聞こえんのだね。相手の不安につけ入ってゆえに話を進めるのは交渉の基本っすね。なんかもっとこう、優しい世界で生きていたい。蛮族が何言ってんだ。あん。おん。ちょっとテンプレが強引すぎないっすかね。いきなりすぎたか？まだだったね。まあ、まあ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 。ともあれ、プロペラ機をホルモンの格納庫に移動させたってことで。なんかもう、ホルモンの航空博物館ってことでいいかもしれない。飛行機だけ買い揃えるあたり、ひいきしてるっすね。列車とかバスはバンバン廃棄してんのにな。まあ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 。うるせえって。ともかく、サイコロ2投目に当たる場所ですが。1. 茶色パンダ旅客 2. 茶色パンダ貨物 3. マクレスフィールド旅客 4. ドヤケット採石場貨物 5. ドヤケット旅客 0. ドヤケット貨物第2話の再生数はこちらなので3の旅客手段でマクレスフィールドっすね。ってことはだ、東部空港に戻って飛行機で一気に行けるな。ほん、せっかくだから今度は空港に直行するバスを使うか。喋ってる間に電車が出ちゃったっすからね。なんかあれだな、今回は引っ張らないのな。ちょっと巻きます。え、なんすか？いやさ、サイコロって出る目の発表の時に騒いで、引っ張ってからサイコロ振るのに。めっちゃ淡々と出る目と行き先決めたじゃねえか。あのね、車窓が長いからね、振る時に騒いでたら時間が足りなくなるの。ほら、テレビって移動はカットするけど、この動画って逆じゃん。こっちは移動をなるべくカットしないようにするから、サイコロを振るところがカットされるの。もうね、その時点でなんか企画だね。まあ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 。あ、サイコロ？の基本ルールは前回を見てください。地味にこれ、今回は危険な状況だったろ。10月14日公開だから1014÷13で余り例。南東端のラドストックから、南西端のマクレスフィールドに。これ、4の貨物で行ってたらどうなってたんだよ。4はドヤケット採石場っすね。それはもう長距離も長距離。
多分ね、全部倍速の車窓にしても30分近い動画になってた。等速で1時間近いんすか。貨物だったらね、トラックに乗って右手に見える食品工場に行って、貨物列車に乗り換えて、新しくたの貨物港に行って、そこから貨物船で湖畔工場に行って、西部集積所まで貨物列車、ドヤキャットのプラスチック工場の貨物駅でトラックに乗り換えて、採石場に到着ってな感じか。ほえー。旅客だったおかげで、バスと飛行機だけで行けるってことか。ぶっちゃけ、貨物での移動はやりたくない。じゃあやめちまえよ、こんな企画。こんなよくわからない風景垂れ流しなんてやめて、数年後とかカットでいいだろ。交通手段を整備するゲームなのに、交通機関の使い心地を無視したらダメだと思いますよ。だったら旅客だけでいいだろ。なんでわざわざ貨物限定とか用意するんだよ。前回も最長距離引いてるんすよね。今のところは幸運の船乗り猫の力で旅客だけどもだ。あ、この橋はゲームスタート時から建て替えてない歴史ある橋でした。一瞬で通過。いつか絶対お前の不幸オーラで貨物引くぞ。お前、自分の引きの悪さを自覚してねえわけじゃないだろ。俺が直接サイコロ投げてるわけじゃないからええねん。ルール決めたのお前だろ。お前が作ったルールが最悪な結果をもたらすってのがわからない。お前が関わるとろくなことにならないんだよ。まあまあ、あれっすよね、幸運の船乗り猫の力で抑えてくれるんすよね。防ぐ努力はするよ。でもね、このバカはそれ以上の不幸を呼び込むんだよ実際。ひどい異様だな。俺が不幸になることで誰かが幸せになっているかもしれないのに。それはない、断言できる。それはない。なんでよ。お前の不幸は感染するたちの悪い不幸だから。お前は不幸を拡散させるだけで誰も幸せにしない。生きていることが罪になるレベルだぞ。うーし、じゃあ俺の嫌いな奴みんな不幸にしてやる。いやいや、開き直らないで。あ、ほらほら、もうすぐさっき工事した踏切だった場所っすよ。無駄な立体交差な。踏切待ちがなくなって、バスが渋滞しなくなったんだぞ。おかげでバスがスムーズに流れるようになったっすね。でも、バスが円滑に流れるようになって、輸送力が向上した結果、供給過剰になってんだろ。気のせいだ。っていうか、なんかカクついてるっすか。気のせいだ。調子に乗って左側を植林したら処理が追いつかなくなってやんの。バカかな。裏でいろんなゲームを同時起動しながら撮影するからだバカめ。さあせん。というわけで、東部空港に戻ってきたっすね。ここから飛行機でマクレスフィールド空港まで一気に。そうなるね。ジェット？いや、プロペラ。マクレスフィールドの空港ってアップグレードしたんすよね。ギリギリ建設できる土地だったからな。じゃあジェットにしておいてやれよ。いや、最後にスーパーコンステレーションに機種更新したから、もうちょい使い倒そうかと。あれ？ PC4 じゃなかったんすか？前回までね。今飛んでいった、青尾のスーパーコンステレーションがマクレスフィールド行き。入れ違いになってんじゃねえか。というわけで、次の機体が到着するまで待機してました。前回の着陸シーンと違って、列車が埋まってるのわかる？ほんのちょっとな。でも、結局そんなに変わってないように見える。高台の駅と駅の間で頑張って掘り下げてんだがな。ともかく、この機体でマクレスフィールドまで行くぞ。今回は外部視点っすか。スーパーコンステレーションってあんま外から見てない気がして、あと、全面展望だとルート的にほとんどマップ外しか見えないから、今回はマップが見える側にカメラを向けて外から走りろうが。嘘だろい。飛行機についてこれるんすか。走りろうがドローンを操作して撮影する。なんだドローンか。とりあえず離陸。空からヒグマリオンを見てみよう。クマジいて。邪魔だ帰れ。まず前方にアザラシ村っすね。滅べばいいのに。何持ってんのな。結構ビルも増えてきたっすね。ホバークラフトのおかげでヒグマーからの旅客が増加したのと、東部縦断線で鉄道駅周辺が飛躍的に発展している。川の黒いのは何なのよ。貨物船とその排気だな。随分とたくさんの貨物船か。いい加減ね、船じゃ輸送力の限界が見えてきてんだよね。そうは言っても汚染地域と地雷原でどうしようもないだろ。現在汚染地域上空を飛行中。川を通れるなら、川の上に線路引けばよくね。って、思ってた時期が私にもありました。ダメだったんすか？地雷原から、雨や土砂に混じって地雷が川に流れ込んでな。橋脚の土台工事しようとしたら危ないのなんの。船は浮いているからいいんだけど、川底には手を出せんでな。ヒグマとアザラシは、ほんとどうしようもないことをしてくれたもんだな。ほんまな。あ、そうそう。ヒグマとホルモンの中間にあった、汚染地域沿いの機械工場と製品工場なんだが、トラックで結んで稼働させてある。長物線を延伸して機械工場に資源を送るようにもしてあるが、まるで利用されないから線路だけ残して2年で廃線になっている。工場が稼働できなかったんすか。いや、稼働しているんだけど素材輸送用の列車を使わずトラックだけ使われている感じ。
列車を使った方が生産量が増えるのに、なぜか使ってくれない。需要も大きいのに、なぜかトラックだけ使って生産量が上がらないんだよな。生産量を増やそうと輸送力を充実させても、需要があるのに利用されない。資源もあるのにね。現在湖上空、着陸のため降下中。漁数領域突入領域。は、聞いてねえよ。聞かれなかったし。マクレスフィールド空港を利用する大型機は、例外なく漁数領域を経由するっす。畜生、油断した。だから俺だけ座席を離したんだな。ゲロは人にかけるもんじゃねえんだよ。もう、いっそのことそっちまでゲロ飛ばしてやろうか。画面の端から端までゲロの虹をかけてやろうか。やめなさい。今回は旋回しながらじゃなくて、直進していくから大丈夫っすよ。嫌なら寝てりゃいいんだよ。もっと早く言ってくれてたら、着いたら起こしてって言えたのに。間もなく漁数領域突入。5、4、3、2、1。出た。まだ。出た。まだだって。出たっすよ。なげーよ。ちょっと天地逆転の空間を抜けるだけじゃないか。それが怖いんだっての。足元が空で、地面の天井があるって。なかなか怖いぞ。そうか。宇宙では珍しくもないっすからね。船外活動でそんなのいくらでもあるからな。お前、重力に魂を吹かれすぎなんじゃねえの？お前らが浮かれすぎなだけだっての。ともあれ、マクレスフィールドに到着っす。やってまいりました、マクレスフィールド。マユゲイヌの南にある、人口最小の集落。ラドストックといい、マクレスフィールドといい、田舎ばっかりじゃないか。人口はアースト1と2を、順調に制覇してますな。次回はここからサイコロ振るのか。移動中にお金が貯まったから、ちょっとずつ工事しながらね。今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオチャオー。ほんと、ただの田舎だな。